ウェストミッドランズ州ウルバーハンプトンで結成されたロックバンドである。1970年初頭にグラムロックブームの一翼を担いつつヒットチャートを席巻し、1980年代に入っても人気を得た。1992年にリードボーカルとギターのノディ、ホルダーとベースのジムリーが脱退したことにより、バンドは停滞。その後、スレード2として、 活動を再開し、後に、グループ名を戻した。キッスのジーン・シモンズが、スレードからの影響を公言している。なお、スレードの楽曲には、コズ、アイラブユー、スクイズメプリーズメなど、間違ったスペーリングをタイトルに用いた曲が多いが、これは、意図的なものである。インビトインズという、で1966年結成。同年キム・フォーリーのプロデュースでシングルを、 リリースしているが、この時点では単発に終わる。その後元アニマルズのチャス・チャンドラーに見出され、1969年、アンブローズ・スレード名義で、ファーストアルバム、ビギニングスを発表。しかしながら、同作前後に発売されたシングルと同様に、チャートインすることはなかった。なお、このアルバムは、スレードのディスコグラフィでもファーストアルバムとして、扱われている。 ここまではビートロックやサイケデリックロックの影響下にあるサウンドを聴かせていたが、チャンドラーの指導によりイメージ改革に乗り出すこととなる。スレードへ改名し、派手な衣装をまとい、ポップなメロディーに豪快かつタイトなリズムを合わせたサウンドを創出。ティーンエイジャーから熱い人気を得るようになり、1971年のシングル、だから君が好きで、 全英シングルチャート1位を初めて獲得。また、時期を同じくして、ライブパフォーマンスに対する評価が上がり、1972年発表のライブアルバム、スレードアライブは英国アルバムチャート2位まで上昇。すかさず発表したスタジオ版、スレードは1位を獲得。以降、スレーデスと大協乱スレード一座の2枚のアルバムも1位を獲得。 シングル版、だから君が好きや、恋のバックホーム、クレイジーママ、カモン、スクイーズミー、プリーズミー、メリークリスマスエブリバディと1973年までに、計6枚が1位に入った。特に、メリークリスマスエブリバディは、100万枚を超える、ベストセラーとなった。1974年に、バンド主演の映画、スレードインフレームの制作を開始。 映画はスレードをはじめとしたバンドの間で起こった音楽業界での出来事に基づいた内容であった。映画のサウンドトラック版からの先行シングルとして発売されたファーウェイは前衛シングルチャートで最高位2位を獲得し、ノルウェーのチャートでも上位にチャートインした。同作はホルダーのお気に入りの楽曲ともなった。11月にサウンドトラック版狂乱の炎が発売され、 多くの批評家から肯定的な評価を得た一方、翌年1月に公開された映画は、かんばしい成果は得られなかった。1975年に入ると、T-Rex や、デビッド・ボーイ、スウィート、スージー・クアトロなどと並ぶ人気ミュージシャンになり、圧倒的な人気に乗りアメリカ進出も目論むが、かんばしい成果は得られないまま終わる。イギリス国内においても、映画のテーマ曲、 How does it feel? が1975年2月にシングルとして発売されるもシングルチャートでは最高位15位とチャートアクションが鈍り始めた。1977年にはポリドールとの契約も切られチャンドラーとも意見の相違から決別することとなる。同時にスレードのサウンドと相対する面があるパンクロック前世の時代においては しばらく低迷を味わうことになる。1980年にパンクのブームが終わり、ノアブームの勢いが増すと、スレード自体も徐々に人気を取り戻し、レディングフェスティバルでの演奏も高く評価され、再びシングルがチャート上位に顔を出すようになる。そして、スレードの復活を決定的にしたのは、1983年にクワイエット・ライオットがカモンをカバーして、 大ヒットさせたことだった。これにより、オリジナルのスレードへの注目度が上がり、マイーマイランランアウェイが英国チャートトップ10位リ。アメリカでも、ランランアウェイが20位に入り、同地では1970年代を超える成功を収めた。1992年、ホルダーがバンド内における議論や不満に嫌気がさしたことにより、脱退。同時に、 ホルダーがスレードにとって不可欠なメンバーだとしていた。リーも脱退したことにより23年間の活動を終えた。この間一度もメンバー交代を行わなかった。それから間もなくして残ったパウエルとヒルが新メンバーを迎えスレード2を結成。2002年にバンド名をスレード2を戻しアルバムキープオンロッキンを新曲を追加しタイトルを クミンレッツパーティーに開題して発売された。2005年にスレード2結成時からのボーカリストであるスティーブ・ワーリーが脱退し、入れ替わりでマル・マクナルティが加入。11月にコンピレーションアルバムベリー・ベスト・オブ・スレードを発売し、前衛アルバムチャートで最高39位を獲得。同年にはミュージックビデオ集も発売された。 2006年にサルーボレコードより、ボックスセット、ザ・スレードボックス 4CD ボックスアンソロジー1969から91と、ライブアルバム、スレードアライブが発売された。また、同年から2007年にかけて、サルーボレコードより、オリジナルアルバムのリマスター版が発売され、日本で発売された一部のリマスター版に、ボーナストラックが、追加収録された。 2020年、パウエルがヒルによってバンドを解雇されたことを告白。同時に公式サイト上でドンは元メンバーのクレイグ・フェニーと共にドン・パウエルズ・スレードを結成してスレードの楽曲を演奏することを発表。ありがとうございます。